認するためです。最初にやった方がどちらかというとこう普段動かして動かしやすい方を自然にされたということで、今日これからのエクササイズをしていくことで最後にもう一度それをしていただいてどういう風になったかを確認してみたいと思います。はい、ではエクササイズをスタートいたします。でまず最初に腕の動きを良くするようなそういう動きをしていきたいと思います。そのまま肩幅に開いた状態 で, まず右手を上に上げてください。はい、でそのまま、少し内側に入れていただいていただく。で親指は後ろの方を向いていますか。はい、ではそれをそのまま今度ゆっくりとひねりながら下へ下ろしていきます。はい、今度は親指は後ろを向いていますか。ではこれを3回します。はい、1 2 3